はい、大日曜日上トヨタ店さんの単調紅白2歳メスサイズ50センチです。お願いします。はい、単調紅白親鯉ひまわりです。まあ、今回このひまわりっていうのが、まあ、何年か通ってあんまりいろいろできなかったんですけど、今回の組み合わせを、変えて、まあ、二毛作で通ったんですけど、まあ、この50センチとそれなりの寸法になってきて上がりました。非常にあの体型の方も、体の張りがあって、まだ2歳でそこまで将来性もまだ分かりませんが、今の段階非常に面白そうな声だと思います。肌も綺麗な声ですね。はい、横の方も行きましょう。はい、ひまわりはだいぶ初登場かもしれないですね。でもまあ東大では出たかもしれんかな、どうかな。はい、はい、でひまわりの系統は、あの力道山の子供がひまわりって名前で親子になってます。懐かしいですね、力道山。はい、ライブを始めた頃を見た声ですね。そうですね、はい、それの子供が親なんですね。はい、はい、あ、懐かしい名前を聞きました。いかがでしょうか。いいですか、もうコメントは。はい、はい、まあ、あの単調紅白なので、単を見ていただいて、あと体型、肌を見ていただければと思います。はい、まあ、単調の単も結構喋るのかって話まだありましたね。はい、単調の単も結構丸い方だし、まあ、今この寸法ではとりあえず、まあ、それぐらいしか言うようがないですけど、まあ、親声が力道山ということで、大きくなって体の幅がついてくると、非常に、単調でも価値のある単調紅白になっていると思います。はい、いかがでしょうか。ぜひよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。